こちら BMW ブースになるんですが、こちらすごいです。世界初公開の車があるんです。それがこちら M4GTS ですけれども、こちらはですね2ドアボディの M4 をベースにしたレース用の車なんですね。トランクには GT ウィングが、装着されているということなんですが、最高出力はなんと500馬力です。そして最大トルクも、600ニュートンメーターということで、すごいパフォーマンスが期待できそうです。てかすごすぎて私には扱えるかどうか分かりませんが、でもさすが BMW なのできっと私のような素人でもうまく乗りこなせる風な感じのドライビングが楽しめるのではないかと思います。そして BMW のフラッグシップモデル7シリーズですけれども、こちら最新モデルです。日本には V8 ターボのハイパワーモデルと V6 ターボを用意しているということなんですけれども、さすがフラッグシップモデルというだけあって堂々としています。ちなみにですね、こちらの7シリーズをデザインしたのは日本人デザイナーの長島さんなんですけれども、やはりいろんなところにもしかしたら日本テイストみたいなものが盛り込まれているのかもしれません。